フィギュアスケート GP ファイナル8日バンクバー女子フリーが行われ、 SP2 位のピョンチャン五輪金メダリストアリーナ・ザギトワ16、ロシアはフリー2位の148.60.5、計226.53点で2位に次いだ。他 SP1 位の木左か16寛大 KFSC がフリー1位の15.61点をマーク。トータルでは今季ベストの233.12点で初優勝を果てたした。 GP シリーズ参戦初年度でファイナルを制したのは日本勢いでは05年の浅田誠久志以来の快挙となった。自国の女王が頂上決戦で敗れたことをロシアメディアも大きく報道。スポーツ紙スポルトエクスプレスがザギトワが王位を失った。素晴らしい日本の女性がそれを奪い去っていったと見出し市で報じ、連続ジャンプのミスの後シュー中して戦ったが勝つに他完璧でなければならなかったと厳しい戦いを総括した。紀平について他ロシア選手の構成ハキヒラを超得られない技術点で優位に立ち、高晴天も五輪チャンピオンとほぼ同等になっているとその成長に舌を巻いた。ちなみにフリーの採点を比較すると紀平の技術点は7.81点、演技構成点は72.40点。ザギトワは技すべてで75.90点と紀平よりに31点低く、演技構成点は72.70点と 0.30点しか違わず、ほぼ互角だった。浅田真央らも指導した同国の名コーチタチアナ・タラソワ氏のコメントも掲載。ザギトワについていつも一番にはなれない。彼女のプログラムはもっと面白くなっていくと思いやった。一方で紀平についても強力な技術基盤を持つライバルができたと称賛していた。